皆さんこんにちは、塚田です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、サーブをですね、3分間で2つのターゲットに、当てる、チャレンジをしていきたいと思います。今日のですね、目標としてはまずターゲットに当てるという前提はもちろんなんですが、その付近に何回も落とす。そしてまず僕が心がけていることはネットしないですね。これを、心がけてやってみたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、お知らせです。コロナの影響を受けてインドアにいる機会が増えたと思うので、ここで10分オンラインアドバイスを、期間限定になると思うんですが、まず始めてみたいと思います。もしご興味のある方は下の概要欄をご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、では、早速、打っていきたいと思います。試合と同じようにですね、ファーストサーブとセカンドサーブ、打ち分けていくんですが、私の場合はまずネットしない。そして、試合の序盤はですね、そんなに、なんていうんですかね、パワーサーブバンバン打ち込んでいく方ではないんで、まずはコントロールして、そこから少しずつ、ペースが出てきたらクオリティを上げていこうかなと思ってます。ではよろしくお願いします。では3分ですね、はい、行きましょう。お願いします。セカンド、なるほどね。今のセカンド良すぎるんですけど、あんまりいいセカンドじゃないな。そこには狙わないですね。まあでも的があるからしょうがないか。おっしゃじゃあサイドいきます。セカンド、今のクオリティで打っていけばあと6球以内で多分いけると思います。ファースト、おわ、セカンド、ダブルホールドだな。しかもネット、ちょっと試合じゃね、あんなああいうところで狙わないんですけどね。まあ狙うけど、あんな近くには狙わない。トゥーグッドですね。もう一回ファーストかな。今のは入りましたね、ファーストアブが。セカンド、オッケーオッケーオッケー、あれでいいと思います。あれだったら何回も打てる。ファースト、あともうちょいなんだけどな。当たってないけど全然悪くないと思います、僕の中では。おっしゃ、ロッキーナに来たね。あと5秒やったこれね、ちょっときついですよ。これ全部でだって8球以内ですよ。10球しか打ってないよ。じゃあ10球以内で当ててるんですね。いやー、今日の動画はここまでです。サーブ3分以内で2つのターゲット、約10球のボールを打ったんですが、両方当てることができました。多分これってもちろん、今日、たまたまできたっていうのもあるんですけど、全体的に、何をしてたかっていうと、まずネットしない。そしてターゲットを
そこのピンポイントじゃなくて、大体決めといてそこに何回も落とすようなことをですね、イメージしてやってみました。皆さんもですね、ぜひこのような、もちろんその的をですね、ハイにしたりして何回もそこに落とす練習っていうのは、速いサーブとかパワーのあるサーブよりもっと大事なことだと思いますので、ぜひその辺取り組んでみてください。今日のですね、動画が参考になれば、高評価、チャンネル登録、そして、SNS でのシェア、そして Facebook オンライングループもやっております。ぜひそちらの方も、よろしくお願いいたします。では今日の動画はここまでです。ありがとうございました。